朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の朝鮮労働党と国家軍隊の最高指導者、金正恩氏が、アメリカ合衆国大統領の国連総会での演説を受け、声明を発表しました。朝鮮労働党と国家軍隊の最高指導者、金正恩元帥は、主治106年、2017年9月21日、党中央委員会の庁舎で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長声明を発表しました。朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長声明。最近、朝鮮半島の情勢がかつてなく激化され、刻一刻と一触即発の危機状態を迎えている深刻な状況下で、国連部隊に初めて出たアメリカ当局者の演説の内容は、世界的な関心事であらざるを得ない。ある程度推測はしていたが、私はそれでも世界最大の公式の外交部隊であるだけに、アメリカ大統領なる者が前のようにオフィスで即興的にごまかせをやたらと言っていたとは多少区別される尺子定理的な用意済みの発言でもすることと予想した。ところがアメリカ当局者が情勢緩和に助けになる自分なりの説得力のある発言はおろか、我が国家の完全破壊という歴代のどのアメリカ大統領からも聞くことのできない前代未聞の全く無知で粗暴な聞き合いの盲言を吐いた。おじけづいた犬の吠え声がもっと大きいものだ。トランプに勧告するが、世界に向けて発言する場合は、それにふさわしい語彙を慎重に選んで、相手を見極めてするべきである。我々の政権を交代させるとか、制度を転覆するとかの脅威の枠を超えて、ある主権国を完全に壊滅させるという反人民の意思を国連部隊で公然と嘘ぶく、アメリカ大統領の精神病的な狂気沙汰は、正常な人でさえ分別と落ち着きを失わせている。今私はアメリカ大統領選挙当時、トランプのことを政治面外観、政治異端者呼ばわりしたことを改めて思い起こしている。大統領の座に着いた後、世界の全ての国々を脅かし、世界をいつになく騒がせているトランプは、一国の武力を握っている最高統帥権者には不適格で、確かに政治家でない火遊びを好む無頼漢、ギャングである。隠すことのない意思の表明でアメリカの選択肢について説明してくれたアメリカ当局者の発言は、私を驚かせたり止めさせたりしたのではなく、私が選んだ道が正しく、あくまで行くべき道であることを確かめてくれた。トランプは世界の人間で、私と国家の存在そのものを否定し侮辱して、共和国をなくすという歴代最大の暴悪な宣戦布告をした以上、我々もそれ相応の史上最高の超強硬の対応措置の断行を慎重に考慮するだろう。言葉の意味もわからぬ自分勝手なことばかり言っている老いぼれには、行動で見せるのが最善の策である。私は朝鮮民主主義人民共和国を代表する人として、我が国家と人民の尊厳と名誉、そして私自身の全てをかけて、共和国の絶滅を叫んだアメリカ統制権者の妄言の代償を必ず支払わせるだろう。これはトランプが好んで使うレトリックではない。私はトランプが我々のどの程度の反発まで予想して、そのような奇怪な発言をしたのか実行している。トランプが何を考えてそのような発言をしたかに関係なく、それ以上の結果を見ることになる。アメリカの気が狂った老いぼれを必ず火で収めるだろう。主治106年、2017年9月21日、金正恩。22日、朝鮮革命の最高参謀部である党中央委員会会議室で、
反米対決に総決起して、相互の勝利を達成するための、朝鮮労働党中央委員会の本部集会が行われました。集会には、朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長が、経験平党中央委員会副委員長などが参加しました。朝鮮民主主義人民共和国国務委員会金正恩委員長の声明を、経験平副委員長が読み上げました。集会で発言した人たちは、社会の内で、世界に向けて名言を吐いたトランプの前代未曽有の悪行は明らかに共和国に倒すが最も暴悪な宣戦布告であり、人民軍軍人と人民に名を史上最高の超強硬な対応へと触発させる起爆剤となっている。今世界はこの地球に恐ろしい核戦火を振りかけようと躍起になる狼そのもののトランプの妄想に驚愕と奮撃を禁じようと、人民軍軍人と人民はこの機会を借りて今ほど知らずに振る舞うアメリカ帝国主義者を完全に掃討し、悪の総本山あるいは不幸と苦痛の元をなくそうと動揺している。今のような国家緊急事態、いつでも決められた牙を剥き出して共和国に戦争を強いる強盗そのもののアメリカの侵略行為を対応するため、朝鮮労働党は世界に唯一無二の平身打線を示し、人民軍軍人と人民を導いて歴史にかつてない試練を頑強に突破してきた。敬愛する最高指導者金正恩元帥の戦略的決断と巧みな意識のもと、今まで見せた国家核武力のあらゆる打撃手段だけでなく、未だに世界が知らない、また知ることもできない朝鮮式の強力な父の兵器統一の爆弾を特等産兵器賞に備蓄している共和国にとって、トランプが吐き出した絶滅という機械の言葉は他ならぬアメリカの終末を意味する言葉としか考えられないと述べ、偉大な共和産民族金正日朝鮮の名誉にかけてアメリカ帝国主義者を地球上で根絶やしにするための最初の第一線で、朝鮮革命の最高参謀部の指揮メンバーとしての英雄の使命と本部を果たすことを敬愛する最高指導者に御言葉に誓いました。22日、敬愛する最高指導者金正恩元帥の導きに従って反米決戦に総決起するための人民武力省の軍人集会が行われました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長、朝鮮人民軍総政治局長のファン・ジョンソ朝鮮人民軍元帥と、朝鮮人民軍総政治局、朝鮮人民軍総参謀部、人民武力省の人たちが出席しました。敬愛する最高司令官金正恩元帥が発表した朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長声明をファン・ジョンソ自身が読み上げました。集会で発言した朝鮮人民軍総参謀長のリン・ヨンス朝鮮人民軍自身は、今の時代はトランプのような精神同士戦略の輩を地球の輪をそのまま生かしておいては、この地の戦意と自主平和も民族最大の善である国の統一もあり得ず、我々が選びしっかり受け継いできた戦軍の道、精神の道が至極正しいということを改めてはっきり示している。指導者と国、革命を守るのを聖なる使命としている我が人民軍は、共和国を押し潰そうとするアメリカの反共乱の挑発を絶対に座しできない。強盗アメリカとの最後の決戦のため、世紀を継いで準備してきた朝鮮式の打撃戦が、一旦開始されれば、最も静絶で身震いするような報復戦となり、降伏者に反応する者も、悲鳴を上げる者も残らないよう、すべてを消滅するまで、アメリカ帝国主義者をこの地球から完全に撲滅する時まで、中断なく繰り広げられるだろう、と述べ、人民軍軍人皆が千万の大敵が襲いかかり、地球が十回百回砕けることがあっても、敬愛する最高司令官がいれば、我々は必ず勝つという固い意志を持って、それが防弾の盾となった偉大な金正恩元帥を主犯とする党中央委員会を決死の覚悟で守ることに触れました。また、すべての作戦と戦闘をあくまで指導者を決死の覚悟で守るものと一貫させ、
我々の最高尊厳を傷つけようとの敵対勢力の極悪さしばな暴力行為を、その些細な動きでも感知される途端に情け容赦なく粉砕するだろうと述べました。それで決意の表明がありました。23日、朝鮮民主主義人民共和国祖国平和統一委員会が声明を発表しました。声明は、朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の朝鮮労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥が、朝鮮国の絶滅を運営したアメリカ統括者が国連総会での盲言を受けて発表した声明は、極悪非道なアメリカと断固たる決着をつける朝鮮の軍隊と人民の敵撃滅の意志と怒りをそのまま盛り込んだ超強硬な対応の立場を宣言したも同じだ。朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の声明に明確な支持と賛同を寄せる。国連部隊でトランプは一国の大統領どころか諸君の規範も礼儀も知らず、正常な思考能力に任せた無知なならず者の戦争狂であることを自ら如実にさらけ出した。それで世界の多くの国々は言うまでもなく、アメリカ内部でもトランプの妄言に驚愕を禁じえず、国際政治舞台に新たに登場したヒトラー、災いを招く気違い、幼稚で凶悪なギャング頭目、国連を戦争脅威の場に転落させたならず者だという非難と呪いの声が強く上がっている。トランプの妄言は決してトランプ個人の悪行表現ではなく、共和国に対するアメリカ政府の暴悪な敵視政策と戦争機との象徴的な表れだ。朝鮮民族の不義大天の敵、アメリカの頭であるトランプのような気違いをそのままにしておいては、民族皆がそれほど望んでやまない北と南の関係改善も国の統一も成し遂げられない。あえて我々の最高尊厳を冒涜し、共和国の存在自体を否定する者は誰であれ生き延びられると思ってはならない。共和国が取るはずが史上最高の超強硬の対話措置は、アメリカの抗戦勢力とその手先たちには想像もできない結果を見せることになり、共和国の完全破壊を云々した代価はアメリカ帝国の完全な絶滅で計算されるだろう。この機会を借りて対米追従に凝り固まって悪態の限りを尽くす南朝鮮の傀儡集団にも、もう一度厳しく警告する。世界が糾弾しているトランプの気の狂った妄言に媚びを売る反民族分子の集団と断固の罪悪は必ず計算され高い代償を払うことになるだろう。世界は朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の声明を支持して奮然と立ち上がった朝鮮の軍隊と人民皆が、気違いであるトランプ集団をどのように正義の絶望に追いやり、反米対決を最終的勝利で立派に締めくくるかをはっきり見ることになるだろうと述べました。23日、朝鮮平和擁護全国民族委員会スポークスマンが声明を発表しました。声明は、朝鮮半島の平和と朝鮮民族の生命安全を保障するのを基本の使命とする朝鮮平和擁護全国民族委員会は、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の敬愛する最高指導者金正恩元帥が、共和国と朝鮮人民の尊厳と名誉、そして自分自身の全てをかけて共和国の絶滅を運営したアメリカ統帥権者の妄言に対する代価を必ず支払わせるだろうと宣言した歴史的な声明に全幅の支持と賛同を寄せる。今、朝鮮民族皆が、内輪でもない世界の公式外交の場で、共和国の存在を完全に否定し、朝鮮人民の生存そのものを許容しないと公言した、天下のならず者のトランプに対する憤怒を爆発させ、100倍存在の復讐を誓っている。一主権国の完全破壊という暴悪な妄言をなりふり構わず吐いた、極悪非道なギャング頭目のトランプは、棍棒で情け容赦なく叩き潰すべき気違いだ。あ
アメリカファーストを唱えるトランプの内心は、多民族は無残に踏みにじっても、すべて殺してもよいというヒトラー式の多民族への憎悪で一貫されている。完全に破壊され、絶滅されて叱るべきところは、他ならぬ悪の帝国、アメリカだ。朝鮮半島と世界の平和のために、世界人民の幸せと繁栄のために、世界最悪の災いの元であるトランプが、これ以上生きて挑戦するよう放置してはならず、朝鮮民族と世界人民に計り知れない苦痛と不幸だけを強いるアメリカという国が、これ以上地球上に存在するのを許してはならない。我々の最高指導者が直接発表した歴史的な声明は、アメリカの最終的滅亡に対する厳しい宣告であり、我々の最高指導者の決心は、すなわち、朝鮮の軍隊と人民の揺るぎない意志である。強権そのもののトランプとその手段は、朝鮮を見誤って出まかせを打ったのが、いかに残酷な効果を招くかを、この身に染みるほど痛感することもあるだろうと述べています。22日、在任の朝鮮人総連委員会中央常任委員会が声明を発表しました。声明は、共和国を完全破壊するという歴代の最も悪大トランプの宣戦布告に対し、断固たる超強硬の対応の意思を発表した朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長声明を、敬愛する最高指導者金正恩元帥への熱い忠誠の心を込めて全面的に支持しました。総連の活動家と在日朝鮮人は、莫大な軍事力をバックに、世界の至る所で恐喝と威嚇、制度転覆と人権蹂躙の悪行をこととしているアメリカに、大国でさえ反対の意見一言をまともに言えず、国連まで自分の使命を投げ捨てた中、アメリカが想像もできない超強硬の断固たる措置で立ち向かう不正室の偉人は、この世のどこを見てもただ一人金正恩元帥しかいないという、この上ない民族の誇りと栄光で胸が高まっている。我々が反米全面対決の最後の勝利を確信しているのは、決して共和国が水素爆弾とか大陸間弾道ロケットを保有しているからではない。それはまさに敬愛する最高指導者金正恩元帥が陣頭に立ち、我々を思想の強者に育て、我が祖国を世界最強の軍事強国、自立自強の極東産大国に作り、百戦百勝の一例と導いているからだ。総連の活動家と在日朝鮮人皆は、元帥がいてアメリカは膝を屈する歴史の日が日一日と近づいており、父の偉業と総連の愛国偉業の勝利は科学だという信念を持って、勝利を続ける祖国と共に、元帥の望み通りに総連の偉業をさらに強く轟かせるだろうと述べました。世界が抗日の女性英雄キム・ジョンスク女子を称えています。水素貯蔵委員会水素貯蔵思想研究会は共同声明で、ナイジェリア・キム・イルソン・キム・ジョン主義研究全国委員会とドイツ判定フォーラムはホームページに載せた文で、指導者を決死の覚悟で守るのはキム・ジョンスク女子の生涯に貫かれている固い信念であった。女子は抗日の多くの戦場でキム・イルソン主席の身辺の危険が身がそのまま盾となって防いだと述べました。チュチェ思想研究会タンザニア全国コーディネート委員会副委員長、スペインのマドリードチュチェ思想研究会会長、コンゴ民主共和国労働会市民協会全国会長、バングラデシュ戦後政治研究会会長は、国と人民のために全てを捧げたキム・ジョンスク女子の生涯は、世界の革命家が見習うべき鏡だと述べています。抗日の女性英雄キム・ジョンスク女子の逝去68周年に際して、22日テソン山革命烈士陵の女子の銅像に花輪が捧げられました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥からの花輪が銅像の前に置かれていました。党武力政権機関勤労者団体各省中央機関の人、朝鮮人民軍軍人、平壌市内の勤労者が花輪を捧げました。
女子の道場に、朝鮮労働党中央委員会、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会、朝鮮民主主義人民共和国内閣の共同名義の花輪が捧げられました。また、人民武力省、勤労者団体、各省中央機関、東洋姉妹の党政権機関、工場などの名義の花輪が捧げられました。一同、キム・ギョンスク女子の尊い革命的生涯を顧み黙祷しました。一方、この日、ヘジュン市とキム・ギョンスク軍、キム・ギョンスク海軍大学などの女子の銅像にも花輪が捧げられました。イドル2017世界サーカス芸術祭が14日から17日までモスクワで開催されました。またに、チョソンとドイツ、ロシア、モンゴル、中国、ウクライナ、イタリア、スペインなど13カ国の140人の名人が参加しました。17日の表彰式で、著作の体力サーカス、ニュースピードのグランプリの特別賞と監修評価の金賞は、世界最高のテクニックである後ろ4回転ジャンプをこなした、オ・ユン・ソクさんの最高技術賞が授けられました。また、採点組織委員会は、著作の体力サーカス、ブランコセンターに賞状を授けました。第10回アジアスポーツアクロ体操選手権大会に参加した共和国の選手たちが22日帰国しました。この17日から19日までカザフスタンで開かれた今大会で、シニア女性日本造形のチョン・グムファ・ピョン・ユンゴの両選手は前回の大会に次いでまたには優勝しました。こうして朝鮮はこの種目で3連覇を記録しました。シニア男子二人造形のコン・ワンウォン・リー・ショソンの両選手も金メダルを獲得しました。非同盟運動閣僚会議が20日国連本部で行われました。会議に著存をはじめ加盟国の外相と代表、オブザーバー代表団が参加しました。会議で発言した著存代表は、著存半島の核問題はあくまでアメリカのために生じて、アメリカのために今の険悪な状態に発言したものと、その全責任はアメリカにある。朝鮮民主主義人民共和国が核と大陸間弾道ロケットを保有したのは、共和国をターゲットにしたアメリカの明白で現実的な核脅威に干渉した正々堂々たる自衛の選択肢だ。アメリカはこれまで共和国に前代未聞の一方的な制裁を課しただけでなく、国連安保理の名を公用して対朝鮮制裁決議を正当的に作り上げてきた。これは経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第1条第2項に反するもので、国際的に認められた少数法権以外の反人間な侵害行為だ。アメリカの主導のもと働かれている不法極まりない制裁決議の採択は、共和国が選択した道が至極正しく、蹴りをつけるまでこの道を変わることなくより早く進む固い意志を持たせるだけだ。朝鮮民主主義人民共和国は敬愛する最高指導者金正恩元帥の導きのもと、経済建設と核武力建設の精神路線に沿って自衛の核の利権を研ぎ澄ましていくだろうと述べました。22日、朝鮮民主主義人民共和国教育委員会が声明を発表しました。この13日、東京地方裁判所が東京朝鮮中高級学校高級部の学生に高校授業料無償化制度を適用することを求める朝鮮裁判所在日朝鮮人の主張を一方的に却下する決定を下したことを受けてのものです。声明は、日本反米勢力の不法極まりないファッショ的暴挙、在日朝鮮人の民主的入学教育の権利を踏みにじり、共和国の専門がある海外公民団体の総連を潰そうとの格別な敵対行為と落胤を押し厳しく断罪する。在日朝鮮人は過去一切にあった強引に日本に引っ張られた朝鮮人の子孫であり、その子女が学ぶ朝鮮学校は日本当局が承認した統合的な民族教育機関だ。にもかかわらず、日本反米勢力が外国人学校のうち、ただ朝鮮学校に高校授業料無償化制度を適用していないのは、
在日朝鮮人の民族教育を破綻させようとの根深い凶悪な企みの表れであると同時に、戦軍の旗のもと発展一路をたどっている共和国の底知れぬ威力に豪雨に遭した者たちの不発の旗だ。共和国がアメリカと追従勢力の極悪指導が総裁封鎖の中、国家核武力の完成の終着点に向かって一応よく失踪していることにびっくり仰天した日本反動勢力は、規律にも総連と弾圧朝鮮人に倒する弾圧他国側に圧縮なしている。朝鮮民族に犯した過去の罪に対する謝罪と賠償はおろか、在日朝鮮人の史上反共和国キャンペーンの人質にして、神聖な民族教育まで抹殺しようとの日本反動勢力の悪辣な仕打ちに、朝鮮人民は宿敵日本に対する憎悪の情け容赦ない報復の意思を一層固めている。我々は共和国的政策を追求し、朝鮮学校に対する政治的弾圧と民族差別行為を必要に続けている日本南部勢力の熾烈で憎らしい妄動を絶対に静観せず、その代償を必ず支払わせるだろうと述べています。23日、朝鮮民主法律家協会スポークスマンが談話を発表しました。談話はこの13日、東京地方裁判所は東京朝鮮中高級学校高級部の学生たちへの高校授業料無償化制度の適用を求める朝鮮総連と在日朝鮮人の正しい主張を何の法的論拠もなしに却下する暴挙を働いた。朝鮮民族皆と世界の進歩的人々は驚きを禁じ、統治国家を名乗る日本の素顔に改めてスポットを当てている。周知のようにこの7月19日、広島地裁は日本警察当局と公安調査庁の情報資料と御用新聞の記事を根拠に、高校授業料無償化制度の適用を求める総連と在日朝鮮人の主張を却下する不当な判決を下したことで、内外世論の非難の矢面に立ったことがある。その後の7月28日、大阪地裁は、総連が大阪朝鮮学院人との学校を支援するのは当然の言葉とし、日本文部科学省の主張を否定し、朝鮮高等学校の学生たちに高校授業料無償化制度を適用するとの判決を下したが、実に幸いな言葉と言える。ところがこれに業を煮やした日本当局は、大阪地裁で朝鮮学院の少数判決を下した裁判官を直ちに転職させ、右翼反動勢力をそそのかして人身攻撃を加える一方、マスコミ各社とホームページなど残らず発動して、島国全域で朝鮮学校に対する高校授業料無償化制度の適用に反対する殺伐とした雰囲気を作った。東京地裁の不当な判決は、日本の反動勢力の共和国と総連に対する敵対政策の延長線上のもので、在日朝鮮人の自主権生存権を未然に踏みにじる不法極まりない発射的暴挙だ。朝鮮高級学校の学生たちへの高校授業料無償化制度の活動は、かつて日程が朝鮮民族に犯した罪に対し真面目に謝罪する見地からしても、また人権を尊重し保障することについても国際法上の見地からしても、これを排除する何の法的根拠もない。もし日本の反動勢力が朝鮮総連と在日朝鮮人に対する差別と迫害を続けるなら、朝鮮民族皆の復讐と正義の審判を免れないだろうと述べています。南朝鮮のインターネットメディア東亜ニュースによりますと、朴槿惠民族集団により集団的に弾圧された共和国の女性の公民を共和国に送り返すための、南朝鮮の各階層の闘争が激しく展開されています。キリスト教協会協議会人権センター所長が19日、ソウルの政府庁舎の前で、他の女性の従業員の集団的な誘引拉致事件の真相を究明することを求めてデモを繰り広げました。所長はこの日から27日まで、集団的な誘引拉致事件の真相を究明することを求めて、団体の人たちが連日デモを行うと述べました。
一方、この日、ソウルで各界の市民団体の代表が2017朝鮮半島平和会議を開き、北の土俵の巡洋員の召喚運動にこぞり立つ意思を明らかにしました。南朝鮮の CBS によりますと、19日、朝鮮南道ミルヨン市に住むチョウ・ユンサムという住民が、核戦争怪物のサードの配備を強要したアメリカと、それに追従した海外当局の大国追従売国行為に抗議して、焼身自殺しました。この日、この住民は、ソウル市マポクのサンアムという町のある建物の18階のベランダで、人々が見守る中、サード行け平和来いと叫び、体に引火物質をかけて火をつけました。一方、南朝鮮の新聞、労働党世界によりますと、20日、南朝鮮のサード配備阻止全国行動など、各市民団体が、焼身自殺したチョウ・ユンサムさんの遺影が映された病院の前で記者会見を開き、住民の死へを威ったアメリカと海外当局を非難しました。18日、アメリカのニューヨークでトランプに反対するデモが行われました。トランプが国連総会に参加することに反対して起きたデモには各階層の市民が参加しました。デモ参加者はトランプがアメリカを代表して国連で演説するというのはとんでもないことだとし、演説をさせてはならないと主張しました。デモに参加した40代の女性は、トランプは我々の代表ではない、トランプは貪欲と無知、憎悪などこの国の最も悪い面を代表する人物だと述べました。国連総会の会期中、ニューヨークではトランプに反対するデモが数回行われるものと外信は伝えています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオ・ヨンスク・チョジョンギルでした。こちらは朝鮮の声放送です。長編小説土地と作家のリ・ジヨン。長編小説土地は歴史的な土地感覚の著者、多彩な農村が来た社会的経済的変革とその中で目覚めていく農民たちを描いた作品です。小説は開墾編と収穫編に分かれています。前編の開墾編は過去日程の占領により植民地奴隷の運命を強いられた主人公が国の解放を土地改革によって土地を分与される内容です。そして土地の主人となって恥あらぬ人生を送り、沼の先頭に立って沼地を開墾し肥沃な水田に作る過程を見せています。後編の収穫編では、主人公の核パンが中国と結婚し新しい国づくりに尽くす内容からなっています。国体は結衣を組んで村人たちを結集させ農作に励む過程に、朝鮮バーガー隊にまで道の番組にまで成長します。小説は土地改革を前後した時の朝鮮の現実をリアルに反映して葛藤と人物関係を設定し、当時の歴史的変革の過程を幅広く深みを持って叙事詩の形で描いています。またそれぞれの階級と階層の多様な人物の構成を農村の生活の中に描いて、自然で愛した残念な口で民族的特性をうまく生かしています。長編小説たちは国民解放後民主諸改革の過程を扱った初の長編小説として民族したその意味が大きいものです。著者はキム・ソン賞を受賞したリー・ギヨンです。リー・ギヨンは日系の植民地支配の時、雑誌「朝鮮志向」の記者として活躍し、プロレタリア文学の発展に大いに寄与しました。国の解放も偉大な記念祭先の下でリー・ギヨンの創作活動はベンチャーに向かいました。リー・ギヨンは主席の主体的文明思想を指針として朝鮮人民の革命闘争と建設を描いた優れた作品を多く出しました。その中でも早々な創作を扱った小説の創作に力を入れました。
代表作として短編小説を完結、中編小説ある女性の運命、長編小説東南川などがあります。琉球の作品には近代以降の諸村人民、特に農民の生活と運命が幅広く描かれています。その一つ一つが素朴でリアルな動作、農民の大衆と情緒あふれることで真に迫るのが特徴です。リズムは現代諸村文学の発展で大役を果たした代表的な作家の一人として、その小説とともに人々の記憶の中に今も残っています。長編小説土地と作家のリー・ギヨン、高台氏と話しました。時代の栄養に押し立てる我が国の雑誌に「社会民主主義人民共和国での少年問題」と題した記事が載ったことがあります。世界の多くの国で人民が社会の深い懸念を呼ぶ人材と道徳的な分布、社会の不安定を生む主な要素とみなされている。しかし社会主義諸村では人民が高い政治的道徳的資質を持って社会主義の獲得物を強固にするのに寄与する主な勢力となっている。これは青年強国の名を経て世紀に輝く奇跡と変革をもたらしている諸村の青年について比較的正確な評価を下したといえます。諸村労働党が呼ぶところに人種の座標を定め、国と人民のために全てを捧げている連盟党首、革命性が高く団結力も強いだけでなく新種歴史に富んだ建設的で勇敢な未来の開拓者、集団と同志のためなら死と皮膚、果ては命もためらうことなく掲げる真の人間が元に諸村の青年です。この諸村の青年の立派な精神の源は何でしょうか。1914年、2015年9月、観光間近のある発電所の建設現場を訪れた敬愛する最高指導者金正恩元帥は、青年の遺恨を高く評価して青年強国の主人という新たな時代を特徴つける単語を使って、青年の尊厳を最高のものにし、発電所も北朝鮮英雄青年発電所と命名しました。それから数日後、金正恩元帥は青年強国のシンボルとして建てられた北朝鮮英雄青年発電所の竣工式に臨席しました。遠く険しい建設現場を訪ねて諸村労働党創立70周年までは秘密が少ししか残っていないが、工事を完全無欠に締めくくり天地を潤すような人民青年の大合唱を行う。その日に第1号発電所のダムをバックに記念写真を撮ろうといった約束を守って、またもや発電所の竣工式に臨席した元帥なのです。この日元帥は発電所の青年建設者のために祝辞もしました。元帥はこの地にそびえる大記念碑的建造物には、我々青年たちの英雄的遺恨が刻まれており、青年という名で呼ばれる創造物は数えきれないほどあると言って青年たちの意見を高く評価しました。そして確かに我が党は青年たちに大きく恵まれている。意味深いこの場を借りて青年たちを真珠や宝石のように大事にして押し立てた偉大な金正恩総書記の思いまで合わせて、発電所の建設に参加して多大な勤労の遺訓を立てた北朝鮮英雄青年突撃隊員と人民軍軍人、建設者の皆に諸村労働党の名で熱い感謝と友好的挨拶を送ると言いました。まさにそれでした。青年たちを新たな英雄的遺訓へと導いた総書記の思いまで合わせて配慮の限りを尽くしている金正恩元帥、その配慮信頼があって諸村の青年たちは時代の英雄創造の巨人となり、世界を驚かせる英雄青年の神話も生みました。
振り返ってみますと、諸村の青年運動の歴史は史上初めて青年重視に関する思想を打ち出し、絶大な信頼と配慮を寄せて世界にない青年強国を建てた偉大な金正恩主席と金正恩総書記の尊い革命活動の歴史でした。諸村の青年運動は今金正恩元帥の導きのもと、厳しい革命の嵐を駆け分けてひたすら労働党に従って力強く進んでいます。英雄に押し立てる、相談してお話しました。